違う環境で俺はどんな出会いをするのだろう。しかしまあ、こうして確認してみると北原の同棲説はデマっぽいな。だな。まったく今村も冗談きついぜ。いや俺は冗談なんか、うん、公平は冗談が好きだからな。そもそも付き合っていること自体が怪しいだろう。それ俺も思ってた。こいつに彼女なんて不自然すぎる。お前らに俺の何がわかる。だいたいあんな可愛い。いやいお風呂空いたから次。あはあ、ごめん友達が来てると思わなくて。お前ら血で床を汚すなよ。貴様なあちさ。何？俺のこの姿見てかわいそうとか思わないか。ごめん本当に命に関わってる。悪いな付き合ってもらっちまって。あれイオリの声。まさかあの二人付き合い始めたからって人目を忍んで。濡れちゃう。服は脱いだ方が。わかった脱ぐ。よしじゃあやるぞ。何やってそれで何をしたらいいの？おう、それじゃあ、暴れないの。ジタバタしないで。もしもし警察